千金。どうもそこは、おくチャンネルだー。今回なんですけども、ワンピースクラッチでございます。で、はい、今回なんですけども、こちら、来ましたね、ゾロでございます。で、今回こちらに関しましては、ゾロ4なんですけども、バラ売りです。で、ちょっと今回丁寧にね、袋に入れていただいているんですが、間違いなく2袋開けていただいて、で、中から5枚ずつ選ばせてくださいという形で、選んでおります。はい。で、一応今回こちらハッピーカウントということで、とにかく全部ここ削りましょうね、という形でございます。で、このドクロのマークが出た個数によって当たりが変わるよということなんですけども、まあ一番いいのが全部ですね。9個ドクロが出たらいい。で、一応最低が5個からなので、まあ、難しいですよね。それで言ったらこう、まあ半分ぐらいはね、1、2、3、4、5みたいな感じで出ないと、4つだったらダメだよという形でございます。はい。で、今回こちら、全国自治でございます。900万通り、18億円使われておりまして、1等500万円が1本、18本しかないというね、感じでございます。そして最低保証は3本約束されております。はい。で、今回、まあ、バラ買いなので、まあ、実際どうなんだいというところではありますが、まあ、削らないとね、わかんないのがスクラッチでございますので、しっかり削っていきたいと思います。では、早速ね、削っていきたいと、あん企画千金。はい、では行きましょう。まずは1枚目でございます。まあ、とりあえず、これがね、このドクロが9個出たらいいですから。はい、行きましょう。9個出たらいいですかって、まあ、9個ね、なかなか出ることはないんですけど、5つね。とりあえず5つ。はい、行きます。まだわからん。さあ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 。あー、なるほど。ちょっと、5円でも持ちにくいな、これ。はい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 。あー、なるほど。2つフィニッシュね。ということで、ここ、下3つ出ないとダメだよという形でございます。いきます！じゃあ、1つ！あー、積んだー！積みがわかりやすいんだよな、これ。そう、積みですね。はい、4つでございます。はい、残念でございます。ダメでございます。はい、残念です。はい。はい、行きましょう！ 2 枚目でございます。さあさあさあ、どうなる？まあまあ、とはね、ここ上あたりで3つ出たら気持ちいいんですけど、今回まあ最低保証3枚、10枚買えば約束化されてるんですけど、僕の場合はされておりません。はい、綺麗に5枚ずつ買ってるんで、はい、どうなるかわかりません。とりあえず3つ出たので、ちょっと安心かな。あと2つですね。2つ。はい、いきます！ OK、1つ！さあ、来い、2つ！よしよし、このペースでいけ、そのままいけ、いけい！とりあえずあれだ。しかも、間違えず。はい、バラなんで、ちょっとテンション上がるかな。1、2、3、4、5個ですね。はい、当選でございます。ありがとうございます。いいですね。いいですね。はい。残り、一応5枚のうちで、3枚出なかったらちょっと辛い。まあ、4枚出たら嬉しいですけどね。はい。いきます！まあ、6、6じゃないので、結構、出てほしいとは思っています。まあ、今年から、一応バラも10枚で行こうぜっていう形になってるので、まあ、そこら辺でね、どう吉と出るか凶と出るかというところではございますが。はい、行きましょう。いいね。出方はいいね。これ縦横斜めだったらめっちゃいいんだけどね。はい、とりあえず3枚。あと2個。行きます！く、1つ。あー、わー、激アツですね、これ。行きます！シャーオッケーあるな。いや、これ縦横並べだったらマジいいよ。マジいいんだけどね。はい、来た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  !2 枚目あるな来た来た今のところは順調です。はい、続きまして4枚目でございます。はい、ここら辺で、ちょっと出といたら気持ちいいですね。はい、いきます！そう、だからバラ買いって結構、いいこともあるんですけど、悪いこともあって、じゃあ悪いことって何ですかって、じゃあその僕がバラしたやつに1等入ってて、僕が1等取りの、逃しちゃったみたいなことだったら、マジやばくない？これがだからデメリットね。まあ、それで言ったら結局一緒なんですけどね、袋入りで買っても、当たらないときは当たらないんで、そこはまあ変わんないかなと思ってるんですけど、まあ、あとは自分の引きですね。まあ、結局やっぱ運ゲーっていうふうにね、僕は思ってるので、まあ、そこはもう仕方ないなというところでございます。はい、また上で3つ出ているので、これは激アツですね。いきます！よし、ここ来たね。ここも来い！あー、これもまた激アツだ。はい、あと1つ。いけ！
くわマジか。ちょっといい感じじゃん。ある意味ね。これで一応ごめんなさい。5枚目でございますので、ここで、出れば、とりあえず、前半の方の分はクリアですね。5枚で最多勝取れたね、と。で、次のやつでまた取れたら6枚ですからね。最高ですね、というところでございます。いきます！まあ、そうは問屋が下ろさないんでしょうが、まあ、やっぱ期待値としては持っておきたいですね。ここでもうなんだったら4つぐらい出てもいいんですけどね。気分的にはね。あー、また3つか。3つか。3つですね。全部どころかちょっとややこしいんですね。はい、2つ出たらいけるよ。いきます！一つ、ここは出るんだよな。ここも、ここも、ここも。あ、ここは出ないんだな。あー、どうなんだろう。6枚は無理なのか？はい。いきます！なあマジか。うわ、6枚はこれで逃しました。はい、うわ、残念だな。年始早々にね、いい感じに出しときたかったんですが、はい。じゃあ行きましょう。とりあえず。これが、新たな、5枚目の1枚目。つまりこれ6枚目ですね。で、現状としては、一応2枚出ておりますので、まあ、この中に、2枚でも出てたら、ちょっと得するね、というところでございます。いきます！いや、得したいな。っていうか、スクラッチで勝ちたいんだよな。明らかに圧倒的勝ちたいんですよね。あ、やばい。これはきつい。これはきついぞ。これはきついな。これきつい。ダメダメですね、今のところ。では、いきます！あちょっと待って、あと、ここだ、ここ。いけーくふーマジか。やだな。出したいな、出してほしいな。出してほしいんだよね。はい。いきます！7枚目。ちょっと凹んでくるなぁ。はいはいはい。いい感じですね。この感じいいな。まあ、1000円でもいいんですけどね。もう、一層ほど。はい、3枚出ております。いいですね。いいですね。いきます！ 1 つ。あー、さあ！きたー！よっしゃーイェーイ！いいっすね。いいっすね。いいっすね。1、2、3、4、5個でございます。イェイ！これで、とりあえず、単純に10枚論で言うと、タイト保証はクリアしました。はい。あれがない中でね。ない中でね。袋入れじゃないんで、決まってないんで、ここであと1枚でも出たら、まあまあ、ある種勝ちよね。勝ちよね。いきます！結構今回は、2枚、その開けさせていただくことができたので、何枚目と何枚目にするみたいな感じで選ばせていただいたんで、まあ、ちょっとね、いや、これはワンチャンあるかなとは思ってるんですよ。ワンチャンあるかなと思ってるんですよ。はい。では、せめてあと1枚欲しい。あと3つ出ないとダメだ。いきます！ 1 つ !2 つやばい、これはやばい。これめっちゃ盛り上がる。はい。いきます！ヒルトやっしゃきた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 よね、これ。1、2、3、4、5個。よっしゃ !4 枚目嬉しい超えたぞ、超えた。とりあえず超えた。これはもう勝ちと言っていいぞ。まあ、赤ですけどね。なんだけど、3枚超えたらでかいじゃん。はい、あと残り、これと、もう1枚で、残り2枚でございます。はい。では、いきます！いや、気持ちよくて、あとだから1000円ぐらいダメ押しでバーコーンって出たら結構気持ちいいんだけどね。気持ちいいんだけどね。あー、なるほどね。そらそうだよね。そうなるよね。はい。2枚だよね。はい、2個だね。あと下3つだね。いきます！ 1 つ。あー、詰んだ。これ詰んだわ。これはダメだ。はい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 。いや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 、もう1枚欲しくない？ね？視聴者さん的にはもう一枚欲しくない？これは、ここで、エンターテイメントしときたいっすよね。ここでね、最後の一枚でございますから。はい。じゃあ、気合入れていきます。頼みます。お願いします。頼みます。お願いします。いきます頼んでも出ないんだけどね。はい。いけいけいけ。ここで5つぐらい確定してたらめっちゃ最高なんだけど。わー、厳しい。はい、3つですね。3つ。3つ出ないとダメ。はい。じゃあ、いきます！
2つ、うわー激アツ、ここで出てくれ、頼む、いけー、うわまあ一応は今回まあ勝ちといえば勝ちだよね。